なんかやっぱ暗いね、ここだとね。ちょっとね、うん、いや、あと俺の気持ちも暗いんだけどな。はい、どうも、水溜りボンドです。お願いしますね、セカンドチャンネルです。いや、もうね、何、いや、びっくりしたよ、携帯をなくしちゃう。3月1日ですよね。で、2月29日だから、通信制限が解除されるってリプめっちゃ来てたんですよ。いや、俺もね、考えたよ、その通信制限って結構面白い、うん、ポイントじゃん。俺は、この1ヶ月間、そのカンタの通信制限は俺ちょっと面白かった。俺らの面白いじりだったね。面白いじりだったけど、2人でよく話したことある。俺、いろいろどうするか考えてて、うん、3月2日ぐらいにまた同じ企画やるっていうのも考えたの。ちょっと面白いな。バカじゃんっていうのやつだな。うん、じゃあ普通に携帯なくして。電車に、いや、僕も、いや、昨日再生ボタン持ってたじゃん。持ってたね。あれ絶対なくちゃいけないってなったの。で、カンタは昨日バッグ2つだったね、だからね。そう、うん、笑えないんだよ。今回ちょっともう一個エピソードあって、あの昨日もそれは解決したんだけど、駅員さんにさ、あの、なくしましたって言ったら、身分証ありますかって言うの。俺免許なかったの。あるはずなのに。どういうこと。いや、だから免許なくしてたの。携帯あるかなと思って、で、どうしよっか、電話してもいいけど。1日経ったんですよ、昨日から。なんでちょっと電話かけて。せいろがあるよ。せいろがいらねえ。ちょっと頼むね、そういうとこ。お前マジでなくした。いや、でも絶対あるはずでしょ、この辺に。え、そっちだよ。いやいやいや、きついきつい。セカンドチャンネルでもそれ違うって。ちょっと待って、普通に俺ら俺咳めっちゃ出るし。ご予約は1をお忘れ物の問い合わせは2をただいま。はい、あの、ちょっと忘れ物なんですけど、お日付の方だけお聞きしてもよろしいですか。2月29日です。携帯、スマホで、はい、黒色で中が赤色なんですよ。はい、見ました。では、ただいま確認してみますので少々お待ちください。じゃあ切る。知ってるね、本当に。悲しいだろ。ありそうな音楽にした方がいいだろ。いや、もうお別れので、そうだよね、ありませんでしたやるやつだよね。言いやすいようになってて、その人も優しい。もしもし、はい、お待たせいたしました。ただいま確認取れましたので、よろしいですか。佐藤寛太です。よかった。いや、日本いい国だよ。そうね、本当にバチ当たったと思う。うん、なんの、昨日パソコンの調子悪かったとか、あったの、アンドロイドなくすとか、うん、ふざけすぎた2月だった。いいんだよ、急に来てない。それでいいんだよ。まだ3月始めよ。それでいいんだよ。いいか、それでいいんだよ。はいはい、はい、またね。